大島、観音島、弁天島とですね、ご紹介いたしましたが、4つの中で一番小さい島、万寿島でございまして、ポンモシリ、ポンとは小さい、モシリとは島のことを意味いたします。温度はね、だいたい100度前後ぐらいございます。ですので、お天気の良い日と今日のような雨の日ではですね、この水蒸気の上がり方、量がですね、違ってくるわけでございますけれども、山は今なおですね、活動しているというものでございます。25分ぐらいに1時間、ね、1時間だもんね、だいぶ皆さん遊んでる。
きっと貸した海に染められて子供二人が家路をかけてゆく帰らぬ昔の夢を見るような俺の旦那港町おふくろ俺の名呼んでくれ預かりします。はい、何日まで？今日の7時まで。7時までね、はい。その後どうなる？その後帰っていただき放り出しちゃう。はい。ありがとうございます。はい、どうもありがとう。